ノーフォークは、アメリカ海軍のロサンゼルス級原子力潜水艦の27番艦。艦名は、バージニア州ノーフォークにちなんで命名された。その名を持つ艦としては、米軍発の共同駆逐艦以来3隻目。ノーフォークは1976年2月20日に、バージニア州、ニューポートニューズのニューポートニューズ造船所に、建造発注され、 1979年8月1日に寄港した。1981年10月31日にキャスパーワインバーガー夫人によって命名、浸水し、1983年5月21日に艦長ケネスワールカーチューサの指揮下収益する。カーチューサは同年末に昇進、国防総省へ移動し、1988年に 原子力推進評価委員として退役した。二代目艦長のアルフレッド・ポネッサ中佐による指揮のもと、ノーフォークはマーク48新型魚雷の拡大講味や秘密の音響実験に従事した。ポネッサ艦長は1989年にハーロップ艦長と交代した。1989年1月17日、ノーフォークは戦闘級カテ艦サンディエゴと チェサピーク湾で衝突した。ノーフォークはエンジニアリング検査のための海外配備の途中であったが、経験豊かな士官は任務に従事中で、当直士官は官で最年少の士官であり、原子力官邸での訓練は未経験の注意であった。艦長自身も着任後間もなく、当日は風による体調不良で声がしゃがれた状態にあった。 サンディエゴの横を通過する際、ノーフォークは左舷に部位を放出しており、このため進路を過剰に修正し、右舷をサンディエゴに接触した。両艦とも大きな損傷もなく、負傷者もいなかった。事故後ノーフォークは帰還し、その後艦長は退任した。ノーフォークは検査と修理のため、ジョージア州、キングス米に浮上して向かった。この事故の結果、 潜水艦隊司令部は、潜水艦の速度制限及びハンプトンローズ水路での制限海域における行動に関する指令を発した。ノーフォークは1991年から93年まで、メイン州キタリーのポーツマス海軍造船所で、オーバーホールが行われた。この間に近代化改修が施される。ノーフォークは、 ポーツマス海軍造船所で22ヶ月に及ぶ燃料交換オーバーホールを完了し2004年8月25日にバージニア州ノーフォークに帰還した2014年11月11日退役現在は原子力艦再利用プログラムにエントリー処理待ちの状態にあるありがとうございます